伊達津名村は、江戸時代前期から中期にかけての大名。道の区国仙台藩の第四代藩主。伊達氏二十代当主。第三代藩主、伊達津奈胸の長男。官位は、十四以上、左小野江県中将六陸守、蔵寿三味。塩釜の恩人とされている。万治二年三月八日、三代藩主、伊達津奈胸の着男として誕生。 母は、三沢初子。陽名は、亀千代丸。元服の際は、父と同じく四代将軍、徳川家綱より変記を与えられて、はじめ綱本、後に綱村と名乗った。以後、養子となった吉村から四代後のひとし村まで、村の字が通字として接収されていく。万治三年七月、綱宗のおじにあたる伊達宗勝の政治干渉や、 家臣団の対立などの様々な要因が重なり父、綱宗が隠居させられ、わずか2歳で家督を相続した。宗勝や自身の叔父にあたる田村宗長などが後見人となったが、家中では、父の時代から続く家臣の対立や宗勝の戦王などが続き、伊達氏の家中は混乱が続いた。しかも、漢文6年には、 津波村自身が何者かの手によって毒殺されかけるほどであった。このような混乱続きの中、漢文11年に、伊達騒動が勃発し、伊達氏は改役の危機に立たされたが、津波村自身が弱年であったことから、幕府の最低ではおとがめなしとされ、宗活ら関係者が処罰されることとなった。こうして、仙台藩は改役の危機から免れた。 その後、津波村は13歳ながら自ら政務を取り始める。まず暴風林を設け、運河を開発するなどの知識で大きな成果を収めた。また、儒学を学び、多数の学者を招聘して、藩士の編纂に尽力した。さらに仏教に帰依して、寺院の建立。 神社の造営に尽力し、元禄2年から3年にかけて、日光東照宮修復総武行、伊忠司教のお手伝いとして、東照宮の修復を果たした。しかし、寺院や神社の造営など、様々な改革を行ったことがかえって犯罪性を逼迫させることとなり、これを解決しようと、天那3年に、反札の発行を行ったが、かえって物価の高騰を招き、 仙台藩の財政はさらに悪化の一途をたどった。元禄六年、藩主、津村中心の先制政治に対し、伊達一族は反発、還元に及ぶ。そのため、津村は謝罪状をしたためる。元禄十年秋、津村の政治姿勢は改まらず、家臣団は、藩主の強制隠居を計画するものの、親族の今が正しさらの反対で挫折する。 元六十六年、養子市で重帝の吉村に後を譲って隠居した。京都にある橋塚の菩提寺、清十字の法上は、元六十年に津村の屋敷を移築したもの。平泉にある、源義経ゆかりの高建、義経堂は、天那三年に、津村によって建立された。京法四年六月二十日、死去61。京年六十一。 法号は王都市寺戸の高山前、日下大古寺。大正十三年に、十三味を追造されている。綱本時代、綱村時代伊達氏の通樹である、僧と組み合わせて、綱宗とすると父と同盟になるのを避けたものと見られる。元や、村の字は、祖先の名前にちなんだものである。ありがとうございます。